それでは始めてみましょう。今日はポンちゃんと一緒にレッスンをします。お願いします。さて、今日は片足のターンですので、はい、まず課題ムーブから覚えてみてください。はい、ワンで横に振って、ワン、ツー、スリー、フォー、4カウント。ワン、ツー、スリー、フォー。もう一回。ワン、ツー、スリー、フォー。ワン、ツー、せーの。ツー、スリー。この動きの中で覚えてほしいポイントは2つ。まず1つ目は、しっかり体をぐっと体重を横に乗せましょう。これ1つ目。ぐっと乗ると。で、乗ったこの足でしっかり地面を押してあげてほしい。よいしょ。押しましょう。よいしょ。はい。で、2つ目だね。このぐーって押した、このパワー、遠心力をしっかり体に入れてあげる。よいしょ。よいしょ。踏み込んだら、しっかり地面を押して、遠心力で、はい、回ってみてください。この2つ、とってもシンプルなんですけど、パワーを入れる方向を間違えるとね、こう、うわーってなって、ぐら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 、ガシャーンとかっていう風になります。ね、はい、なるので、こうなるとやっぱり怪我につながってしまいますから、バランスを崩したり、あ、なんか体がどっかに行っちゃったなってなった時は、迷わず、着地をしてください。着地ね。うわ、崩れた。あっと。ね。別に、両足バーじゃなくても、うわーってなったら、トントンとかっていう風にして、着地で、怪我をしないように気をつけながら練習をしてみてくださいね。